巡航ミサイル潜水艦とは、対地、または、対艦巡航ミサイルの発射を主な任務とする潜水艦のことである。アメリカ海軍では、SSGN と呼んでいる、巡航ミサイル原子力潜水艦を保有している。SS は、サブマーシブルシップ、G は、ガイレットミサイルを、N は、ニュークリアパワードを意味している。アメリカ海軍での最初の SSGN は、 アセスハリバットであり、レギュラス各弾頭搭載巡航ミサイルを発射すべく1950年代に建造された後、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルが開発されてからは、レギュラスの搭載が打ち切られ、1964年に G が取れて SSN-587 となった。改良型オハイオ級の外観図。特殊部隊派遣用の小型潜水艇がついている。 オハイオ級戦略ミサイル潜水艦の全18隻のうち最も初期に建造された4隻が SSGN へと改造されている。これらはその性質上原子力特殊潜水艦と呼ばれることもある。改造の背景と目的冷戦の終結後、戦略ミサイル原戦の持つ核戦力は過剰となり、またアメリカの戦略はならずもの国家及び対テロ戦争への対象。 と大きくシフトした。そのため、2001年にアメリカ海軍は、オハイオ級4隻をアメリカの新しい戦略に対応できる能力を持った艦に改造することを決め、2002年から2010年にかけて順次改造することとなった。この改造により、艦の任務は、海中からの核ミサイルの発射から、敵目標近くへのネイビー・シールズの派遣及び支援。 えと大きく変化した。改造内容巡航ミサイル原子力潜水艦への変更に伴い、オハイオ級が持つ総数24機のミサイル発射艦のうちの22機のそれぞれを1機の潜水艦発射弾道ミサイルの代わりに7発のトマホーク巡航ミサイルを収めた複数円形収納塔と呼ばれる垂直発射システムへ換装し、残る2機の発射艦を 上管する特殊作戦要員に使用されるロックアウトチェンバーに交換している。これにより、最大154発のトマホーク巡航ミサイルを搭載できるだけでなく、MAC からは、艦の目となり耳となる遠隔操縦の可能な無人飛行隊や無人水中航行隊を発進させて、艦に全身展開命令、管理センターとしての機能を持たせることが可能となる。 トマホークの最大収納数154発は、水上艦での最も大きな搭載量を持つタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の最大搭載可能数である122発を上回る。改造工事を終えたオハイオは2006年の初頭には、大やけのため海に出ていた。それ以降、ミシガンとフロリダが改造工事中のジョージアと共に、 新たな機能を備えて艦隊へと復帰した。フロリダは SSGN プロジェクトがうまく機能するか判断するための初期試験の段階にある。これには SSBN プラットフォームからの最初のトマホークミサイル発射が含まれる。従来、アメリカ海軍の潜水艦艦長は中佐が配置されていたが、トマホークを最大154発搭載し、 60名以上の特殊作戦隊員を陸上へ送り出し指揮、支援する巡航ミサイル潜水艦の戦略上の重要さが増してきたのに対応して、原子力空母やミサイル巡洋艦の艦長と同様に大佐が当てられることとなった。乗組員の2つの交代要員、ゴールドとブルーの両チームにそれぞれの大佐が指揮する。2013年現在、アメリカ海軍は、 各弾頭搭載型トマホークミサイルの運用を終了しているため搭載されるトマホークの弾頭はすべて非核弾頭である。ソ連海軍でも西側観測筋が呼ぶところの巡航ミサイル潜水艦に近いいくつかの潜水艦を保有しており P-700 のような強力で大型の長射程対艦ミサイルや対地ミサイルで武装していた。NATO コードネームで ゴルフ級やエコー1、2級、ヤンキー級、オスカー級、ヤーセン級などであった。ありがとうございます。